マシモルルコ選手、星野志保選手です。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。お願いいたします。いいですね、立川ガールズ。あ、星野さん今師匠見た？見ました。強かった、ね、すごかった。どうだった？すごい同調子使って、いや横もやって最後差し切って、やっぱ師匠強いですね。かっこよかったね。かっこよかったですね。ね、やっぱりルルコさん、はい、満ちてる選手ですよね。そうですよね、立川。立川といえば、うん、いいですね。今回山口賢治杯、お二人も山口賢治杯を盛り上げるために来てくださいました。はい、ルルコさん最近どう？絶好調です。お、いやどうなんだろう。どうなんだろう。大丈夫、絶好調です。変わらず。変わらず。はい。うん、体調はどう？何の問題もありません。いいですね。はい。星野さんはどう？はい、元気です。元気です。私は星野志保さんの自己紹介が聞きたい。わあ、1年ぶりぐらいかな。、うん、どうぞ。上から読んでも下から読んでも星野志保です。恥ずかしいな、アイドルみたいで。かわいい、ね、いいね。、はい、欲しいな、欲しいな。何かないんですか？なんかないんですよ、ルルコさんには。下から読んでもちょっとダメだし、慣れないね。でもいいな、いいな。ただルルコさんはでも立川経理のホームページからもう皆さん大人気ですよ。ぶっちゃけ話、ぶっちゃけ話、この前引退したんですよ。やっと地方に。あ、そうなの？若い世代 に、はい、に。あ、そうなの？じゃんじゃん盛り上げていただいて。で、2016年の2月から8年間リコシされてましたよね。リコと2人でそろそろ後輩に譲るタイミングじゃないかなっていう話をして、うん、あ、そうだったの？はい、2人の絶妙なトーク。私ただこうやって立ってるだけなんですけど、それがいいのよ。リコがずっと喋っててくれるんで、うん、でルルコさんがなんかボソボソなんか言って見事なボケをかましてくださってましたが。そうですか、地方に。ああ、それはもう指名したの？指名しました。あ、そうなの。若手と何人かで回してもらう形なんですけど。あ、志保さんだけじゃなくて、はい、他の皆さんと、はい、男選手も加わりつつ。あ、もう楽しみにしててください。そっか、なんか残念だけど、ね、楽しみ。だってキャラクター、男子選手の皆さんもいいよね。本当にみんな皆さん協力的だし、うん、若い子がすごい元気です。わかる、わかる。もうこのレースも元気、はい、うん、キャラクターも元気。そうなんですよ、立川どんどん盛り上がってます、うん、おかげさまで。なんでみんなあの面白いの？本当に教えてほしい。普段どうなの？お姉さん的な会話になるの？うん、そんなことない。そんな、そうですね。そんなことない、同じような感じ。そうです。どうしよう、大丈夫かな私。志保さんからルルコさんはどうなんですか、見ていて、先輩として。そうですね、うん、なんかすごい練習やってるし、でも休むときはしっかり休んでるし、わ、こういう先輩になりたいと思います。ありがとうございます。だってお手本だ。ちょっと見習う先輩もっといるけどね。いやいやいや、確かに。あ、でもやっぱりそう。そうですね、やっぱやるときしっかりやるって、休むときはしっかり休むって、長くこうやってルルコさんみたいにやっていくにはそういうのがすごい大事だなって学びました。そうよね、はい、もうルルコさんたちがいたから今のガールズ競輪があるの。本当にそうです、うん、本当そう。これからも普段褒められないからどう対応していいか分からない。すごい嬉しそう。いじられてるだけだからいつも。そうね、はい、キャラ的に褒められることはあんまないんで。でもみんな分かってますよ、ルルコさんの素晴らしさは。ありがとうございます。いや、この後また、あ、立川走るじゃない。そうなんですよ。なんでそんな顔するの？さっきも二人で喋ってて、上でめっちゃ緊張するよねって顔面蒼白になって次の日熱出るみたいな、二人で盛り上がってて、二人でさっきその話で。本当にやめて、この前も何も入ってこないし。本当にさっき死んだ顔してるよね、うん、音聞こえないし。ホームバンクってそんなに緊張するもの？緊張します、なんか欲が出ちゃう。あ、やっぱ勝ちたいもんね、はい、どうしても。あ、どうしてもね、他より余計よ。あ、そういう、だからさっきの山崎満ちてる選手みたいな力が出るんだ、うん、あ、出して、はい、25日からよ。頑張ります。モーニングよ。頑張ります。大きな声で言って頑張ります。うん、さあ、そして志保さんは、はい、小田原のモーニング予定されてるのかな。あ、そうですね、30日から、はい、モーニング、うん、はい、はい、
頑張れ。頑張ります。一つでも上の着、うん。そうですね。頑張れ決勝。はい、目指せ決勝。はい、じゃあ一言全国の皆さんに志保さんどうぞ。はい、モーニング、前回もモーニングで朝は慣れてきたので、はい、レースも慣れるように頑張りたいです。可愛い可愛 い, いどうしよう。じゃあルリコさんも可愛くもう一言言っておきましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、この後はステージの方でお二人盛り上げてくださいます。マシモルルコ選手、星野志保選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。